ヒューマニズム、人文主義あるいは人本主義という概念は歴史的な変遷を経て多義的に用いられている。ルネサンス期におけるヒューマニズムとは主として古典研究、不満に足す研究を指すが20世紀に入るとこの古典研究の意味から離れて合理主義的解釈が施され以下のような極端な捉え方がなされる場合がある。前夜、 真理の根拠を神でなく理性的な人間の中に見出そうとした、と。その延長上として人間中心主義と訳出する場合があるが、この人間とは西欧近代的な価値観に基づく理性的な人間であり、理性中心主義、西欧中心主義に通じる概念である、と。この解釈は啓蒙主義以後の観点であり、ルネサンス人文主義とは、 明確に区別されるべきであろう。フマニタスという概念は、すでに古代ローマ時代にあり、ローマ市民が学ぶべき教養として理解されていた。これが中世においては、大学で教授される自由なな回と受け継がれた。こうした古典の研究は、特に14世紀後半以降フマニタス研究と呼ばれ、その研究者は人文主義者と呼ばれ始めた。14世紀イタリアのペトラルカ以降、 古典古代への関心が高まる、ルネサンス期になると、スコラ学的なアリストテレス哲学に基づく、論理体系に対して、キリスト教以前の古代のギリシアローマの史家、歴史、修辞学の中に、倫理の源泉を見出そうとする動きが生じた。この点で、カトリックに対する人間中心主義とも言われるが、論理体系、史座において新たな姿勢を打ち出しただけで、 キリスト教そのものを否定したわけではないし、必ずしもカトリックとの対立を伴ったわけでもなかった。古典研究に根ざした教養ある人種の生き方、生活様式が人文主義者の心情とされた。人道主義、博愛主義を指してヒューマニズムという場合もあるが、英語では人道主義をユマニズムと区別してヒューマナテリアンザムで表すこともある。今日の日本では、 むしろこの意味で、ヒューマニズムが用いられることが多いが、上記のように歴史的、哲学的文脈での人文主義者の主張は、戦争反対や弱者に優しくしようといった発想と、直ちに重なるものではない。ありがとうございます。